香川新一から1920年3月8日は、日本の官僚、実業家、元備前岡山藩士、岩倉智美に随行して、欧米を視察、大分県令。大分県令を知りいて後、実業会に展示、岡山食産協会会頭や岡山商業会議所会頭などを歴任。岡山地方の産業の発展に尽力。本生は岡、通称は栄太郎。 別名は忠武。た八1835年、現、岡山式宅仙道町に、岡山藩士の家に生まれ、西洋式法術を学んだ。明治2年、県大三次。明治4年、岩倉施設団に先立つ半年前に、第一回欧米施設団に選ばれ、津田行道らと共に欧米を視察した。翌年に帰国した後は、伊万里県三次、ついで静岡県三次に任じられた。 明治9年9月4日に大分県御令に就任。明治11年7月25日に県令となる。在任中は明治11年3月に大分県民会仮規則を布告し、同年7月10日に大分県民会が開設された。これは大分県における議会の行使とされる。翌明治12年10月に県令を退任すると、 京都の岡山県に戻って実業界に展示、第22国立銀行、岡山盆石、岡山製紙の取締役や、岡山食産協会会頭、岡山商業会議所会等などを歴任した。また、明治20年に岡山県会議員に当選し、明治24年には議長となった。明治36年から大正6年まで牛窓町長を務めた。ありがとうございます。